ザフスは XWindows システム上で動作するデスクトップ環境の一つ。豪華な見た目と簡単な使用感を保ちながら、軽量、高速なデスクトップ環境を目指している。ライセンスは各コンポーネントにより GPL、LGPL、LGBT、または BSD ライセンスである。百九十七年、オリビエ・フォーデンをリーダーに XWindows システムで利用できる軽量な デスクトップ環境の構築を目標として、プロジェクトが開始された。もともとはザ、ザフォームズツールキットベースで、ザフォームズコモンエンバイロメントの頭文字であった。改定により、ザフォームズツールキットを使用しなくなったものの名前は、そのままとした。以上のような経緯からザフスではなくザフスのように解を小文字とする。ザフスのルックフィールは、メインパネルやメニュー。 アプレット、ランチャーなど、商用ユニックスシステムの多くが採用している、CDE と多くの点でよく似ているである。ザフスサンザフスは、ザフォームを用いたシンプルなプロジェクトとして始まった。オリビエ・フォーデンは、スンシテを用いたシンプルなタスクバーからなるプログラムを公開した。フォーデンは、開発を続け、ザフスは、オリジナルなウィンドウマネージャー、XFWM を持つ。 最初のバージョンであるザフスにをリリースした。フォーデンは、レッドハットリナックスに含まれるようリクエストしたが、ザフォームを基礎としているという理由でこれは却下された。レッドハットは、GNU、GPL や BSD 互換のライセンスで、リリースされるオープンソースのソフトウェアのみを受け入れていたのだが、この時、ザフロムズは、クローズドソースで、個人利用目的のみで、フリーであったからである。 同様の理由で、バージョン3までデビアンは、ザフスを含まず、ザフスには、デビアンのカントリブレポジトリのみで配布された。1999年3月、フードレンは、完全にノンプロプライエタリなツールキット、GTK を元に完全にプロジェクトを書き直すことを、始めた。この結果が、ザフス3.0で、GPL でライセンスされた。 z フ f s 4.4デスクトップ2003年9月25日にリリースされた z フ f s 4.0では使われるツールキットが GTK2 にアップグレードされた。4.2 0では XFWM にコンポジティングマネージャーが導入され、透過や影の美容が新しいデフォルトの SVG アイコンの導入などが行われた。 2007年1月にはザフス4.4例がリリースされ、XFFM に代わって新たにファイルマネージャーとしてサナーが含まれた。ザフス4.6例は2009年2月にリリースされ、新しい設定のバックエンド、新しい設定マネージャー、新しいサウンドミキサーが導入された。また、いくつかの重要な改善が設定マネージャーと残りのザフスの コアコンポーネントに対して行われた。2011年1月にはザフス4.8例がリリースされた。このバージョンはサンハーベフスや HAL をジオ、デブ、カンソルキットやポラシュキットで置き換え SFTP、SMB SF、SM FTP などのプロトコルを用いてネットワーク共有をブラウジングすることができる新たなユーティリティが含まれた。 ザフス4.10ザフス4.10は2012年4月28日にリリースされた。このリリースの焦点はユーザーエクスペリエンスを向上させることであった。続いてザフス4.12は2015年2月28日にリリースされた。4.12のターゲットは4.10リリース以後に新しく導入された技術を用いて ユーザーエクスペリエンスを向上させることである。また、ザフス4.12は GTK さんへのアプリケーションとサポートするプラグイン、ブックマークのポートの移行を始めた。ザフス4.14は公式に2019年8月12日にリリースされた。このリリースのゴールは、ダバスグリブへの依存をグドバスに置き換え、廃止されたいくつかのウィジェットを置き換えるなど、 依然として残るコアコンポーネントを GTK2 から GTK3 へポートすることであった。GUI ツールキットとして GTK を採用。ドラッグドロップやアンチエイリアス、テーマエンジンなどをサポートしている。また、バージョン4からは独自のアプリケーション、開発フレームワークを提供している。ザフス4においては、 freedesktop.org に準拠することが開発の標準となった。gnome や kde といった他のデスクトップ環境より軽快であるため、それらの動作速度に不満を持つユーザーから人気がある。標準で採用されていることは多くないが、例えば、Ubuntu の派生であるズバーンチョでは、標準のデスクトップ環境として利用できる。軽量であるため、 ライブ CD での採用は比較的多い40以上の言語の翻訳版が利用可能である。なお、ザフスデスクトップで利用するアプリケーションの機能強化を図る目的でザフスグッティーズプロジェクトという開発コミュニティが存在している。ここで開発されたプラグインはザフスの公式なプロジェクトには含まれないが、すでに多数のプラグインの提供を行っている。 ウィスカーメニューザフスのためのもう一つのアプリケーションランチャーザフスチームによって開発されているアプリケーションは GTK とチーム自らが開発するザフスライブラリーをベースにしているザフス以外にもザフスライブラリーを使うサードパーティー製のプログラムが存在しているザフスは次に示されるようなコンポーネントを含む開発のフレームワークを提供しているまた フレームワークによってルート権限でアプリケーションが動作している際にはウィンドウの上部を横切る形でユーザーがシステムファイルにダメージを与える可能性があることを示す警告が表示される。ザフスパネルはコードにカスタマイズ可能なタスクバーで多くのプラグインを利用することができる。パネルやプラグインに関する様々な項目は グラフィカルなダイアログで容易に設定することができるが、ザフコンフの設定などからも設定可能である。2007年2月に撮影されたザフスターミナルザフスプロジェクトによって提供されている端末エミュレータであるが、他のデスクトップ環境でも使うことができる。このターミナルはタブ、カスタマイズ可能なキーバインディング、色、ウィンドウサイズの設定などを備えている。本アプリは GNOME のライブラリーに依存している GNOME 端末を置き換えるために設計された。ただし、本アプリも GNOME 端末のようにビティライブラリーを用いている。ザフスターミナルは各タブでそれぞれ背景を変えることができ、具分けのようにドロップダウンターミナルとしても使うことができる。XFWM はカスタムテーマをサポートする。 ウィンドウマネージャーであり、バージョン4.2からは、コンポジティングが可能となっている。in、name、in、テキストマッチング検索が可能なファイル検索ツールで、ファイルタイプや最終変更日時からもファイルを検索することができる。また、キャットフィッシュは、マローケイトデータベースを用いて、インデックス化を行うこともできる。サナーは、ザフスのデフォルトのファイルマージャーで、 GNOME のノーチラスに似ている。サナーはメモリーのフットプリントが小さく、プラグインによって高度にカスタマイズ可能である。ザフスはまた、軽量なアーカイブマネージャーであるザークアイバーを持つが、このアプリはザフス4.40からザフスコアの一部ではない。バージョン4.4からザフキャランダーはオラゲに名前が変更され、いくつかの機能が加えられた。 オラゲはアラーム機能を持ち、i イキャランダーフォーマットを使う。これにより、いくつかの他のカレンダーアプリケーションとの互換性を持つ。オラゲはまた、パネル用の時計プラグインと同時に異なったタイムゾーンの時刻を表示することができるインターナショナル時計アプリを含む。マウスパッドのスクリーンショットマウスパッドは、ズバーンチを含むいくつかの Linux Distribution で、デフォルトのテキストエディタである。 マウスパッドは簡単に使え高速なテキストエディタを目指している。マウスパッドはもともとリーフパドのフォークとして作られエイリック・ハリスンとニック・シャーマーによって開発されたが以後フルスクラッチで書き直されている。ザフス4.12デビアン級環境で動作するパローレ0.81パロケはグストリマーフレームワークのフロントエンドである。パローレはザフスグッティーズの一部として アリアブダラによって開発された。当初はプレイリストに基づくものであったが、現在はプレイリストをファイル再生時に置き換えるオプションを持っている。CD、DVD のバーニングプログラム。ザフス4.12のリリースからは、ブルーレイディスクも書き込むことできるようになっている。ザフス4.14からザフスに含まれるようになったスクリーンセーバーと画面ロック用のプログラムである。 エクススコーリンセーバーと互換性のあるテーマを使っている。このアプリはメイトスクリーンセーバーからのフォークだがザフスのライブラリーのみに依存している。ザフスグッティーズプロジェクトから入手できる代表的なプラグインには次のようなものがある。これら以外にも多数のプラグインが存在する。ありがとうございます。